すべての生き物が協力パートナー、生物多様性の保全編。早く退治してよ。いいえ、退治しません。やだ、気持ち悪いもん。早く退治してよ。いいえ、退治しません。どうしたどうした、二人とも。クモがいたから退治してって言ってるのに、ミーユ先輩が逃がしちゃったんです。マジ？どこいたのに？青先輩の座布団の上にも。うわぁ、萌先輩とおせちと京太さんの座布団の上にも。え、なんでそんなにいんの？いや、もうそんな雲ぐらいではしゃいで。僕は普通に平気だけどね、全然。京太さんの上には大きいのがいました。大きいのとなると話が違うぞ。いや、でもさ、朝の雲って縁起いいって言うしさ、ほら、逃がしてあげたら今日なんかいいことあるかもよ。大丈夫です。でも、これからご飯食べるのにやっぱやだな。退治しよう。いいえ、退治しません。それしか言わないじゃん。もうやだよ、クモなんかいなくなればいいのに。そんなことない。クモだってちゃんと生きてるんだよ。虫だけじゃなくって植物も動物も、もちろん人間だってさ。おとばちゃん来たね。生命の大切さに種類も形も関係ないってなんかの歌で言ってたし。なんか聞いたことあるけれども。ってことはつまり？だってこれは生物多様性の保全なんだよ。生物多様性の保全？そう、地球上にはたくさんの生き物がいるでしょ。例えばクモみたいな虫だったり、ライオンとかゾウとか、魚とか鳥とか、まあ、植物もそうだよね。ミジンコとか菌類とか、もうだいぶ小さいけど、まあ、あと我々人間も。そうそうそう、食物連鎖があるように全ての生き物は一つの種類だけじゃ生きていけないってこと。まあ、人間だったら牛とか豚とか鳥とか、こう必要な生き物って想像つくけど、他の生き物もみんなそうってこと？まさかクモは必要じゃないですよね。それが必要なんですね。人間が食べるものにも生物が関わってるっていうこと？そうそうそう、たくさんの生き物が支え合っていくことで私たちの食べるものが作られているってこと。つまり全ての生き物が協力パートナーってことか。そういうこと。じゃあさ、どんな生き物がいてどういう風に支え合ってるか調べてみようか。そうだね、スイちゃん、まゆちゃん、お願いします。はい、第3回目ワークショップ、生物多様性の保全、どうぞ。のコンキスタドルの4人です。お願いします。お願いします。お願いします。今日もたくさん来てくれました。ありがとうございます。はい、そしてシーズン4はですね、食料安全保障というちょっと難しい大きなテーマがありまして、自分たちの国の食べ物はしっかりと自分たちで作っていこうという考え方なんですけれども、これをいろいろな方面から掘り下げて学んでいく企画となっております。はい、で今回はですね、生物多様性の保全編となっております。はい、でまゆちゃん、今回ね、初参加ですけれども、はい、意気込みどうですか？はじめまして。はじめまして。今日はすごく楽しみにしてたので、頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、いいですね。これキャラクターがみんな被ることがないということがはっきりと分かります。すごいね。新しい風が来る人来る人、みんな特徴的。そうですよね。さあ、それでは早速始めていきたいと思います。で皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは早速始めていきましょう。第3回ワークショップ、生物多様性の保全ということですが、まずはじめにこの言葉聞いたことあり
ありますか？生物多様性。皆さんいかがでしょうか？生物多様性の保全とは何のことでしょうか？何なのかっていうのをちょっと皆さんに聞いてみたいなと思います。何だと思います？あ、なんか考えてるな。めいちゃんどう？あれ考えてなかった。考えてたポーズはしてたよね。こうしてたよね。考えてるふりね。もう職業病かな。もうまゆちゃん の, あの想像でいい生物って何だろう、漢字を見てね。これ学校で聞いたことある。あら、おお、覚えてるか。うん。ごめん、赤ちゃんみたいになっちゃった。まゆちゃんなり以降、生物多様性とは、まあ、文字からいくと生物が多様性。そうだね。いろんな生物が地球を合わしてるよみたいな感じ。おお、なるほど。はい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 、地球を回している。回してる。まゆちゃん星が出てますね。いいですね。でちょっとその他にも聞いてみようかなって思います。参加者の皆さんから聞いてみようかな。はい、あ、すごい目をそらした。うどうぞ。一番目そらしたかったよ、今。すっごい分かりやすく首ごと下向いたから、ね、生物が、うん、その場に合わせて変わっていく様。うん、おお、なるほど。すごい。新たな視点が。なんか生物がたくさんいろんな種類がいることかなって思います。うんうんうん、なるほど。同じ。あ、同じ人いた。はい、うん、ありがとうございます。じゃあちょっとここで私たち的な回答をしますと、はい、地球上に存在する全ての生命のつながり、どの生物も一種だけでは生きていくことはできず、他の生物と直接的、間接的につながり合い、支え合って生きているというのが生物多様性ですよと。なので皆さん本当に正解です。そうですね、まさにそういうことでございます。拍手、素晴らしい、ありがとうございます。ではその生き物が私たちの農業とか生活にどのように関係しているのかというところなんですが、まず私たちの食べるもの、食料がありまして、この食料を作っているものはというところをちょっとここをみんなで埋めていきたいなと思うんですが、じゃあまずちょっと一つだけいきますね。まずこれ、農業ですね。うん、はい、私たちが毎日食べるものは農業によって作られている。これはもう届けファンファンの中で皆さんたくさん学んできたことだと思いますが、じゃあ農業の矢印が言っているこちら、皆さん何だと思いますか？ヒントで言うと今回のテーマですよね。あ、うん、もうちゃん分かりそうか。え、大正解、生物でございます。農業は自然の恵み、生態系を利用して成り立っているというところですね。うん、で今日のテーマはこの生物多様性の保全ということなんで、まあ、この部分ですね、食料と生物の関係を学んで国産を食べる意義を考えていきたい。はい、はい、さてここで青ちゃんに問題。届けファンファームシーズン2、いちごの栽培行きましたね。あおちゃん大好きだったね、茨城キッス。茨城キッスですよね。茨城キッスのこのいちごの栽培で欠かせなかった生き物、あおちゃん覚えているかい？皆さんには大大ヒントですね。この箱の中にいる生き物ですよ。ブンブーン。でも多分ハチだったような気がする。正解！よかったです。ちょっと怖かったけど、なんかその蜂が確かなんか花粉でしたっけ、受粉のためになんか役割も大正解、その通りなんです。よく覚えてました。よかった。おじさんって答えるかなと思いましたもんね。やっぱり皆さんにはそのいちごに限らず、うん、何か食べ物を作る上でまあ、その農業に欠かせないと思う生き物って他何がいると思いますか？なるほど、蜂以外に、はい、そうだね、我々も生き物ですから。生き物に言えたらね、農家さんのことおじさん。
怒られるよどっかで。ここからは農業と関わりのある生き物について掘り下げていきたいと思います。その舞台となるのがこちら、はい、田んぼですね。はい、最初に皆さんに考えてもらいたいのが田んぼです。はい、田んぼ、そしてその周辺にはどんな生き物がいるんでしょうか。はい、なんとなく予習してきました。待って、なんかめっちゃ紙に書いてる。本当だ、何書いてんだろうと思った。いいですか。どうぞ。まあ、カエル、オタマジャクシ、ホウネンエビ、カブトエビ、ヒル、タガメ、ドジョウ、ゲンゴロウ、タニシ、ヤゴ、オケラ。おー、かなり調べてきました。すごいなぁ。みゆ、ここ来るかいや、虫が好きで。虫好きなんだ。そうなんだね。すごい、でも聞いたことないのね、うん、こちらのホワイトボードご覧ください。はい、来た来た来た、お願いします。こちらのホワイトボードですね。はい、一番の見せ場よ。それではこちらをご覧ください。まずはここの空欄の部分。田んぼの生き物って何種類いると思いますか。何種類ぐらいいるかちょっと聞いてみたいですね。10種類ぐらいかなと思います。なるほど、なるほど、うん、いっぱいいますね。いいですね、このマグネットの数から読んだわけですね。じゃあもう5000ぐらいですか。おお、行きましたね。一気に増えましたね。行きましたね。オークションやったらもう入札が落札してますよ、本当。じゃあ、うん、5000より下だなって思う人います。うん、5000より下、そうか、5000より下か上かね。うん、5000より少ない。みんなじゃあ5000、あ、いるね、いますね。5000より少ないと思うよね。うん、半分以上はそうですね。じゃあ5000より上だと思う。あ、ありがとう。あ、ということは3人は5000以上いるということね。おお、さあ、はい、答えいきましょうか。はい、あ、じゃあ書き込んでいきますね。はい、よっ、ドキドキするな。こちら確かに正解は、うん、じゃあ下の位から書いていくね。盛り上げ上手。8種類。あ、まだ4桁入るよ。60、あ、結構いくよ。668。え、なんと5、すごいですね。おー、そしてですね、ここに番組が厳選した、これ厳選されてるんですね、この5668から。田んぼに生息する9種類の生物です。はい、はい、で、これからですね、皆さんには3つのグループに分かれてもらいまして、こちらの生き物が稲の生育を妨げる生き物、稲の生育を助ける生き物、もしくはどちらでもない、この3つのグループに、分けてもらいたいと思います。はい、はい、さあ、ワークショップといえばみんなで意見を出し合って話し合い、答えを導き出していくこの過程。そしてチームはこの通り、萌えちゃんチーム、あおちゃんチーム、みーゆとまゆちゃんチーム。さて、どんな答えが出るかな。でもなんかツバメが稲のところにいるイメージがあんまりないように。美人かね。って何すんだろうね。いいですね、みんなでちゃんと理由と意見を出し合って。こんな感じ。収穫する前にちょっと食べちゃう。天敵とか、ね、そうそうそう、確かに。じゃあ、ニュースでね、聞きましたよね。そうそう、稲子が発生。ごめん、食いしん坊。そういうの見た。じゃあ、稲子良くないと思う。それでは、じゃあまず話し合ってもらったものを発表してもらおうかなと思います。じゃあ、萌えちゃんチームから行こうか。じゃあ、前に出てもらって。はい。私たちが考えたチーム分けは、こちらです。妨げるはイナゴとツバメとカメムシ。ほうほうほう。なんかこう食べちゃいそうだなっていう2つと、カメムシは私たちもちょっとね、臭いなってなったりするから、なんか害あるのかなみたいな感じで、助けるのところは
なんか助けるっていうよりなんか綺麗な土壌とか水とかにいる証拠になるみたいな生き物を入れました。あとクモはなんかそういう悪いものを食べてくれたりとか捕まえてくれたりしそうだなっていうことで入れました、うんうん、でもうどちらでもないはなんかもうほんと無害そうだな、うん、人畜無害そうな子たちを入れました、うん、こんな感じで、うん、ありがとうございます。私たちはこの結果になりました。トマタギルはもうカワムシ、萌え先輩たちと一緒で、なんか洗濯物にもよく卵とか産むじゃないですか。そうだから稲にも産みつけたりするかなみたいなので、あとツバメも迷ったんですけど、ツバメは視聴者の方があのなんか食べ逆に悪いもの食べてくれるじゃないかっていうので助ける。でカエルもそうだし、あとクモはなんかよく田んぼとかにいた時に絶対クモがいて、うん、うわって怖がるんですけど、これはなんか害じゃないみたいな、うん、いててなんかどちらかというと絶対どちらかだから、うん、あの虫を食べてくれるのかなって思って助けるのにして、どちらでもないは何もしなそうな、うん、生物をこっちにしました、うん、はい、素晴らしい。で、まずサマタゲルにツバメとイナゴを入れたんですけど、ツバメはあのやっぱり、ね、食べそう、食べちゃいそう、飛んできて食べちゃいそうっていうのと、イナゴはなんかニュースとかで、ね、悪いやつ、食いしん坊みたいなこと聞くって京太さんも言ってたし、おお、なんかね、大量発生のニュースとか出てたなーってチラッと言ったんだけど、聞こえてた出てたからっていうのと、で、助けるにしたのはミミズ、クモ、アメンボ、ゲンゴロ。これ何だったっけ。クモは…あ、かっこいいから、うん、全然違うくらい。かっこいいからそうだよね。まあとにかく2人が言いたいことは、稲の生育を助ける生き物たちは害虫を食べてくれたり土をより良くしてくれたりということ。あとどちらでもない生き物は、カメムシはなんでここにいるんですか。なんか残り30秒しかなくて、うん、この辺をなんか違う話しちゃったから、なんで違う話、なんで違う話しちゃうのよ。女子会ガールズトークがね、盛り上がっちゃって。さあさあ、それぞれの予想を聞いたところで、はい、正解発表いきたいと思います。まず、はい、稲の生育を妨げる、はい、動物、うん、1つ目カメムシ、うん、うわー、ここは結構当たってる人多いかもしれない、ね、うん、そしてイナゴちゃん、そうなんです、ニュースでも見ますもんね、確かに、はい、うん、以上でございます。すごい、やった、今ビーゴー、うわー、すごいね、ビーゴじゃない、まだビーゴじゃない、ビーゴじゃない、ゲームを変えるのやめてください。続いて、イネの生育を助ける動物、うん、まず、カエル、そしてアメンボ、アメンボ、やだ、そしてクモ、クモ、はい、当たってる、あと以上でございます。え、これヒントになってましたね。ヒントなの、枠の大きさ。そうですね、これは変えた人がそうですね、はい、これらはあれですね、害虫を駆除食べてくれるから、いい生き物を助けるというふうに、はい、生き虫を食べる、はい、そう、ちなみにあのサバタゲルの方はですね、うん、稲の葉とか茎から汁を吸ってしまったり、うん、かじったりして枯らしてしまう、はい、そうなんですよ、ありますね、はい、あとはもう残りの、はい、ニジンと、ね、はい、トミーズ、ゲンゴロウ、ツバメがどちらでもないということでございます。まあ、この糸ミミズはですね、直接的には影響しないんですが、土の中をこう動き回ることで土を耕
耕す働きがあったりとか、ミジンコは小さな生き物の餌になったりするので、うん、食物連鎖においてはその重要な役割を果たすとも言われているんですね。すごい。でちなみにさっきあのツバメとかゲンゴロウをこのいい方に入れてくださった方を見たと思うんですけど、一応害虫も食べるけど益虫いい虫も食べてしまうので、あそう今回はまあどちらでもないに分類させてもらいました、はいはい、ちなみにあのツバメは田んぼの泥とか藁、枯れた草などで巣を作っているので、もうまさにギブアンドテイク成り立っているということになるんですね。はい、はい、でいろんな役割を担う生き物たちなんですが、生きていくために必要なご飯の量がどのくらいなのかを学んでいきたいと思います。はい、はい、ちょっとよくわからないですね。これちょっとわからないと思うんですけど、説明します。はい、お願いします。ちなみにですね、ご飯1杯は稲3株分とされています、うん、まあ、ということはですよ、稲三角分の周りに育つ生き物が守られているという考え方もありますよね。わ、うん、かりますか。面白いですね。そうそう、稲三角分の周りで生活している生き物が守られている、うん、まあ、つまりご飯一杯じゃない、うん、ということになりますね、はい、ここで問題でございます、うん、ドン。ご飯一杯が育む生き物は何匹分でしょうか。はいはいはい、うーっと、なかなか難しい問題が出てきましたね。さて、ここからは後半戦になります。皆さんも考えてくださいね。次回はなんと特大プロジェクト、オリジナルソングを作ろうという企画を行います。時間内に作り上げることはできるのか。